はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半を回りまして2時40分ぐらいですね。ちょうどね、日が照る時間でございまして、千代田区8度だそうですね。この部屋の中、おっと、もうすぐ20度ですよなんかほかほかとしてますけどね、全然寒くない。晴れてますからね、晴れてるところの部屋あったかいんですよ。晴れてないとね、寒い、うさぶーってなるんですよ。今日はなんか過ごしやすくていいですね。はい、窓閉めてますけど風が強いですね。さて、ニューズウィークでございまして、これは昨日ですね、17日金曜日の19時20分に出た記事でして、これロイターからの点伝なんですけども、そのロイターを見たら同じ記事なかったですね。中国ドイツですね、コンチネンタルにリトアニア製部品の使用中止求めるというタイトルでございます。複数の関係筋によると、ドイツの自動車部品大手コンチネンタルは、コンチネンタルって英語なんですけど、コンチネンタルって書いてあるドイツ語なんですかね、馬のマークですけど、コンチネンタルって私の感覚では大陸のというイメージなんですけど、違う意味なんかな、前は。ドイツの自動車部品大手コンチネンタルはリトアニア製部品の使用を中止するよう中国から求められていると。ありそうな話でしょありそうな話ですよ、ほんまに。いかにもやりそうですね、あの中国は。中国政府は台湾の名を冠した事実上の大使館である代表機関がリトアニアに設置されたことを受け、リトアニアとの外交関係を先月格下げしたと。今までね、日本にもあるんですよ、台湾の事務所、台北、ちゃうわ、何だかな、なんとか連絡事務所とか、そういう後連絡事務所とか、そういうアジアの東っていう意味で、あって、昔私、学生の頃、もう学生の頃ですから40年ぐらい前ですね、旅行代理店でアルバイトしてて、そこによくですね、あとなんたら事務所っていうところに台湾の入国ビザを取りに行きましたね。まあ、今も台湾なんかビザいらんと思うんですけど、当時は一つ一つビザを取ってたんですね、毎回毎回。だからパスポートを預けて、そこに反抗してもらって、それをまた僕らみたいな下っ端がへーって飛んでいくという感じでやってました。で、日本にもいまだにその台北なんたら事務所ってのはあるはずです。で、その名前がね、台北やったら中国は許してくれるんですけど、台湾ってやったら怒るんですよ。どうでもええやんと思うんですけど。それで台湾という名前の事務所を開いて、事実上の外交官特権を与えたわけですね、リトアニアは。それに中国はムカッと切れてですね、プチッと切れてですね、大使を引き上げました。大使を引き上げて、お前らなんかな、まともにつけたらへんわというふうに中国が言うたわけですね。で、リトアニアのですね、中国ですね、の外交機関にですね、お前ら外交官特権やらへんとかって言うたらしいんですよね。ニュースによると、お前らなんか外交官特権やらへんって、更新したらへんって言うた。で、リトアニアがこれはやばい。やばいと。その外交官特権もらえへんかったら、逮捕されてしまう可能性があるというんで、大使以下全員が中国を出国したというニュースが先日伝えられました。だから今、中国とリトアニアはですね、かなり関係が悪いんですね。もう断絶寸前と言っていいと思います。3、4ヶ月前にリトアニアがですね、中国、リトアニアが、リトアニア政府がリトアニア人たちに対して、自国内の人たちに対して、中国製のスマホを使うなと。で、中国製の、PC も使うなと。要は通信機器を使うなと、中国系の。なぜかというと、個人情報が盗まれてるよと。いうことを警告して、速やかにこう変えなさいというふうに国民にお触れを出しました。まあ、そういうのをまあベースにあるわけですね。で、リトアニアっていうのはですね、バルト三国のうちの一番南側かな、一番ドイツに近い方かなにあって、人口が300万弱の本当に小さな国なんです。でも、そのバルト三国ってみんなそうなんですけど、小さいだけあってですね、そのかなりデジタル化が進んでるんですね。もう何から何までデジタルですよ。もうほぼ現金なんか使ってないんですよ。
で、もう社会保険から納税から住民票から、まあ、何からな支払いから預金あの銀行預金から全部あれですね、あのスマホでやってるというそういう人たちだって、だからその端末を中国があかんでって言ったわけですね。そういうことをもうベースにあって最近台湾と仲良くしてたらですね、中国がプチンと切れてですね、そういう先言うたようなお互い外交施設を引き上げるというようないきさつがあの数日前、1週間ぐらい前かなにあって、今やもう断絶寸前と。で中国は何するんやろうと思ったらこれですね、ドイツの自動車部品大手コンチネンタルにリトアニア製製品使うとあかんって、そんなうちはこたらへんでって。まあ、人口280万の国とですね、13億の国、あの100倍とは言いませんけども50倍ぐらい違うわけですよ50倍も違う国、50倍違う、500倍か500倍ぐらい違うわけですよ。500倍も違う国相手にね、なんちゅう大人げないことをしてんだろうと。まあね、そこに中国の中国たるゆえんがあるわけですけども、何をやってるんでしょうね、しかしね。コンチネンタルはリトアニアの生産設備で、自動車の座席コントローラーなどの電子部品を製造し、中国を含む世界各国の顧客に輸出していると。同社はコメントを控えている。中国外務省は同国政府がリトアニア製部品の使用を中止するよう多国籍企業に圧力をかけている事実はないと主張。いつもそうなんですよ、中国で黙って陰険にね、こういういやらしいことをやるんですよ。あの表立って制裁とか言わへんですね、黙って裏からヒッてやる。あのファーウェイの CFO かなんか捕まった時も黙ってカナダ人を逮捕したんですよものすごいいやらしいし、これこういうそういうやり方っていうのは世界各国からものすごく嫌われています、なのにやめようとはしませんね。台湾をめぐるリトアニア政府の姿勢を批判した上で、中国企業はリトアニアを信頼できるパートナーとはもはや考えていないと述べたこれ断交になったらどうするんでしょう。断交になってね、仮に台湾とリトアニアが正式に国交を結んだらですね、これヨーロッパで一応バルト諸国といえどもヨーロッパのうちですからね、僕らから見るとあのフランス人やイタリア人はあんなヨーロッパちゃうって言うてるかもわかりませんけど、まあ、一応バルト系の諸国であって、私の理解が正しければゲルマン系なんですよ、リトアニアって。あのつまり、まあ、ドイツ人の親戚みたいな人だしですね、の一国がですね、台湾と国交を持って中国と国交を断絶するという事態に、なってしまう。そこに中国はリトアニアを追い込もうとしてるわけですね。なんでそんなアホなことするんやろうなという北風と太陽ってありますけども、これ最近の中国はもう北風ばっかりですね。もっとすごいことやってますね。これでどん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 追い込んでるという状況で、もうひょっとしたらもうすぐしたらチェコスロバキアがね、同じようなことになるかもしれません。で結局それはね、中国にとってマイナスにしかさ働いてないわけですね。お前らとオルランド500分の1の国やろとか言うて、言うこと聞けっていうふうに言うてるわけです何のことはないですね、ほんまに本当それをやってね、それをやって自分たちにとって何のメリットがあってね、どういうデメリットがあるのかっていうのを現実的に考えたら、こんなリトアニア相手にね本気で喧嘩する、嫌がらせするっていうようなことが何の利益になるんでしょうね。不思議でしょうがない。わざと自分たちは悪い奴らですって言って世界に向かって宣伝してるようなもんです。でもそれでもやってしまうという、まことにこうちょっと理解不能、ここ何年かの中国のこの外交というのは全く理解不能ですね。去年は戦狼外交というのをやってます。あのワンイーとかヤンチェチとかがですね、あのまあ主にワンイーですけど、あいつがヨーロッパ歩き回ってですね、ヨーロッパの各国を脅しまくって歩いてたんですね、わらってで、それが結局嫌われてるも元になってるんですけども、それをやることによって何の得があってんのと思いますけど、なんでそういう簡単なことがわからないのかなと、いつもいつも不思議で仕方がありません。さて、このロイターがデモとなんですけど、ニューズウィークの記事ですね。
中国独コンチネンタルに リトアニア製部品の使用中止を求めるという昨日17日の19時に出た記事のですねサイトを貼っておきますので今全部読んでしまいましたけどもまた自分の目でですね確認したいという方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。